まあ、小島町警察署の署員ですとか、えー、警視庁の捜査二課、えー、あとは、なんだうんと、調査員の方々見ておられたら分かると思いますけど、これね、当うごとやばいっていうことになってるわけ、ね。職員の数を、ね、はっきりと今まで示してこなかったわけ。大津彩香も、お、え、そ、ー、らく捜査員には何、ねえー、て言ってるか分かんないよ。あの 何、あのー、て言うかね、えー <laughs> あのー、労働基準監督署とかそういうところには何つってるかちょっとわからないけど表立っては、ね、職員の数が何人います誰ですって言ってないはずなんですよ。ね、その数が重要になってくるわけ。職員要は、ね、給料という言葉で給料という言葉でもらってるということは社会あの雇用保険料とか、えー、社会保険料とか厚生年金とか。 ね、こういうやつを、えーね会,社とえー、会,会社が給料から転引きして代わりに払ってるわけねこういうのは給料から転引きして OK なのロー基準法上ね,ね <laughs> 分かりますかだから、ね、失業保険とかそういうのやつっていうのは全部関わってくる国の法律が関わってくるわけねだから、あのー、関わってきちゃうから失業保険手当相当という形にしてると思うんだけど だから職員じゃない人を職員に見立ててる可能性が出てきてるわけに20名ぐらい <laughs> 20名これ二十名ぐらい前後っていうのは今まで出てこなかっただからそれ公言したわけでしょで,ではどうするかっ言ったら私の、ね、多分これ推察,推察ですけどただゆきは嘘つきであるっていう方向に印象操作をしていくと思う 犯罪,犯罪者であり <laughs>、嘘つきであることですから、その20名前後っていうのも、ほぼほぼ嘘ですよっていう方向に持っていくと思うんだよね。私がこういう動画作っちゃってるから。ね、熊本愛さんが何名ぐらいですかって聞いて、それ言っちゃいけないの。それ聞いちゃいけない言葉なのね。今までた隠しで来てるから。それみんなみんなそういう疑問に思っていても、内部の人たちは、ね、レスラーとそれを観、ね、戦してる人たちは言っちゃいけないんですよ。それは。禁句だから。<laughs> 表に出しちゃいいけないですよ、ね、これ役員と同じ役員って誰なんですかって言っちゃいけないですよ。立花さんが決めないといけないわけ。立花さんがその状況状況でこの人役員。ね、でこの人を役員と追認したっちゃっ。ね。<laughs> 大津が追認しちゃった。でね。斎、えー、藤忠之は大津が職員として認めたんでしょみたいな。いや NHK 党で届けている6名の中には斎藤忠之は入ってませんよとか。 多分捜査機関側にはそういうふうに言ってんじゃないかなと分 <laughs> <laughs> かりますかあの SNS 上で黙らかしてるの立花隆がなだから何名かっていうのは言っちゃいけないようにしてるわけよ、ね、もしくは、ね、何名ぐらいこれもしかすると立花さんから、えー、熊本愛さんにねもうも,もしレスラーに取り込んで私だってレスラーに取り込んでないと思いますけど自分の彼女だからね 立花さんって自分の彼女とか、そういうね、自分の娘さんとか、ね、女性の形に優しいですから、ね、めちゃくちゃ甘いですから、だから、あのそういうやばい役っていうのは大津、今のところ大津屋だけにしかやってないはずなんで、やばいやつ。それ、なぜかさ、女優だから、できるはずだから、脚本さえ与えればね、他の人たちは大,大根ですから、プロじゃないから、<laughs> そもそもテレビに出て,出てない人たちだから、プロじゃないから、やらかしちゃうわけね。 ね、大津やかですらプロなんだけどひた隠しにしてるでしょ YouTube とかで絶対発信させないさせないという指示が,指示があるわけ <laughs>、ね、それが分かるのが私にダイレクトメールですよ、ね <laughs> ね、この裏,で裏でこうやるんですよ大津やかっていうのは、ね、これ大津やかっていうのは裏でやらざるをないそう,そういう指示だからこれね大津やかから来た国政生徒の代表者から来たダイレクトメールです、ねね、その内容が 仕掛けに対してチープだから、だからね、それに反応できないだろうなということをやってるから。で、反応してこなければ変なんです。キャラクター的に <laughs>、レスラーの、レスラーのキャラクター的に変なんですよ。立花隆をめっためったやってく人なんだけど、それめっためったやっていかないわけ、その情報を目の前にポイントやっても、ポイントやってもね。 で戻しますと、失業手当とかもね、これ、良しはいいのに、それっぽくしたてるわけでしょ、失業手当の相当分ね、これ、ちょっと私、ジャッジメントできません、あの詳,詳しくないんであの、間違ってるらしいです、<laughs> 脱,脱らしいです、失業手当のや内容ね。 だからこ私、ジャッジメントできないからね。これ素直に今までいろいろアドバイスをく,くださった私の視聴者の話を見ると、例えば、大津さんの発表内容はデタラメでたらめで、月30、あ私あのブ、ブロックされてるんで、ツイッター見てない。ね、違うアカウントでチロッと見に行くことあっても、真面目なうち見てないから。立花さんもブロックされてるから、ブロックされてからほとんどツイッター見てないから。たまに何言ってるのかなってったら、たまに見に行って、ね、おかしいこと言ったらそれをいじるっていうだけですから。 ね、ブロックされちゃったら、ね、わざわざアカウントを変えて、ね、もう複数持ってるけどあの見に行くことあんまりしないのめんどくさいから <laughs>、ね、意味ないしそれ,それで一気力してもね、えー、月30万かける6ヶ月で180万180万る1 8 0日イコール =1 万円この1万円が賃金日額。 ここから失業手当の基本手当日額は賃金日額の50%から80%になるので正しい計算式は1万円かける8割引くことの1万円引く5 1 1 0る7 4 7 0円かける0 3る1番。 ちょっと分かんないけどこれあるんでしょうね、この式。1円,1円未満切り捨てで6036円。まあそんな感じでしょうね。1万円のやつが1万円まわりと来ないから、失業手当ってね。であのそ、そこはこの式を、大津さんはこの式を入れずに勝手に限度額の7715円を日額にしてるい限度額。ねまあ、だから別に、ね、あの法律違反してるわけじゃないから。 <laughs> ね、大立花隆は職員として認めてない体で最終的にいくと思うんだけど、ね、はっきり言わないでしょ職員ですなんて6名の職員ですなんて言ってないでしょだから何も言及しないであのやつやって大津やかが職員として認めたんだなっていう体でやってってるわけでしょ今、ねね、実際は職員じゃないと思うけど私は <laughs> 私は職員じゃないと思うけどね だから運転手をやっとけばいいっつこっろ、ね、来てたんだみたいなだから全部知ってるんだけど演技させてるってこと、ね、ただ自然な形これ大津屋家と斎藤忠之に共通してるのは立花隆の脚本を、ねえー、自然な形でやらないと、ね、その設定ある設定を与えた状態で自然な形でやらないと、ね、かなり怪しいからうさんくさくなってくるからそれでやってるだけの話ですよ でだから多分熊本愛さんはレスラーじゃないと思うんだけど私はねねそれか職員何人ぐらいいるんですかって聞いてっていうふうには言われてるかもしれない <laughs> 工作員を沸かせて熊本愛に工作員を沸かせて直接立花さんじゃなくて立花さんが誰かを経営して熊本愛のところに工作員を沸かせて職員って何人ぐらいお給料もらってるの職員って何人ぐらいいるんですかって言わせて ファッっっててて名前後ってやれば私とかなんて反応するでしょ、ね、何名勝つのは、えー、あらかじめ12から8ってなってるっていうのは認識してるっていうのが出てるから世の中に私以外の人も Twitter とかで出してるでしょ、ね、それをわざわざ何名かっつって20名前後っつったら、ね、そのただの信に言わせてなんとなくそんな感じかなって言わせたらそれ登録してるやつと違うんじゃないのっていうだから私がその仕掛けにはまってる可能性があるわけ。 でもハマっても別にいいから、別に。ハマでもいいんですよ。なぜかって言ったら、表に出してる情報がそれしかないから。わかりますか職員の数ってどれくらいですかっていうのは、大うやかな口と立花隆の口からは出てない。今ののところ出たのは えー、橘隆の彼女と見られる熊本愛が、えー、どこかから来たアンケートかなんかのか形から気になっている点として職員給料もらえてない人何人ぐらいいるんですか規模感教えてくださいと言って、えー、斉藤忠之が25名いやん15から20名ぐらいだからここでよくわからない誰が職員かがよくわからないけど大い規模感を伝えたことになるでしょ。 だからこれがプロレスだったら仕掛けなわけ。ね、だからそ,んなそんな6名だったら6名の名前言えばいい話だ。からこの人とこの人とこの人、ね。一個に言おうとしないでしょ。それは、ね、捜査機関とかそういうところに言ってるわけちゃんと。嘘言っちゃいけないから。SNS 上だけでやってるの。皆さん <laughs>。だからヒントは SNS、ね、あの大津彩華が出てくればいいわけよ、今。 <laughs> ね、出てきちゃいけないの。あの、鎌ラさんのチャンネルに大津やか出しちゃいけないわけ。ね。フジポン TV に大津やか出したけど、ね、そっち側のサイ,サイドでだめ、えー、って言われたの。フジポン TV さん聞いていますかこれ見見て、見てたらね。フジポン TV に大津やかを出演させたらだめって決めたのは、おそらくですけどほ、ほぼ間違いないと思いますけど、立花隆です。ね。立花隆がフジポン TV だめ。そして、ここちゃんチャンネルは OK。 ね、経路を見るからだって「ここちゃんタンネル」ってそもそもが広ロくんのやつでしょ広 <laughs> ロくんのなんかでしょだから経路を見て OK だめだよね広ロと離れた人がやってるからでその情報発信者の情報配信タイミングと、えー、その内容でだいたい分かってきます私はあこれはこのところには出ていいんだな、ね、出たらだめ相当コントロールしてますよ立花隆、ね。な舐めちゃいけませんからね なめちゃいけませんから、2011年、11年だったかな、アカウント作ってんの、私と同じ時にアカウント作ってんの、わかりますか ?YouTube に注目してんの、12年前から。いいですかで私と全然違う、私もその時はエンジニア、バリバリのエンジニアだから、そんな関係ないわけ、普通にね。だから、趣味で、趣味で登録してるわけね。ねで、だから、動画投稿を始めたのは、私は2014年だから、今から9年前なわけ。わかりますか 立花先生は違うから、NHK をぶっ壊すっていう形で始めてるから、最初だから2ちゃんかなんか分かんないけど、そういうところでやってたわけでしょ。私はまあ2ちゃんレーラーじゃないから分かんないけどね,ねで。で、YouTube、あここだっつってきてやってきたわけでしょ。だから相当研究してるからね <laughs>。みんな、立花先生なめちゃいけないですから、相当研究してますから、だから最近では私は失敗こそさんとサーファーさんも怪しいんです。 あ彼らは分かってたとしても絶対突っ込んでこないからだから大浅大使の名前は絶対あげない人たちですから,、ね、<laughs> い,くらいくら乗っかっていっても絶対あげない人たち、ね、絶対あげない人たちなんですわかりますか失敗行動さんとかサワーさんとかねわ、ね、かりますか <laughs> ねえー、もうもはやエンタメさんとかもやらないと思いますよ、ねえーあのーね、国民主権党の平塚君とかやってる時はやってたかもしれないけどね でそこで高沢さんが来たから、えって思ったわけ。だから、高沢さんが本当のレスラーであるとは私は思ってないのよ。<laughs> そもそもはね。だから道徳を失っちゃっただけじゃないかなと思ったの。だから道徳を取り戻してほしいんですよ、私はね。だからいや 高沢さんが道徳を失一時的に失った、それはね、立花孝志の前にいたらば、ね、お前はジャ,ナジャーナリズムなぜないみたいな形で、あの同じ会見の場で責められたら、それは周りにみんな、ね、そういう人、レスラーいっぱいいますから、ね、登場しないレスラーたちがいるわけでしょ、そこでね、その中でやられたら、はいって言うしかないから、道徳を失ったんだろうなって思ってます。ね、でも、今、私の名前は出さないけど、 ねえー、な,なんとなく内容としては、ね、それに近い内容を両成敗方向でやり始めてるでしょあとかつノートは残してるから YouTube は消したけどノートは保険として多分残してるからノ,ノートの中に大麻大臣あるから <laughs> そもそもねだから高澤さんだけは、ね、レ,レスラーレスラーなんだ一時的にレスラーになってるだけで本心は違うと思う学年たらちょっとゆすってんじゃないかなと。 これちょっと伝わるかなあのがガーシーの件であった人たちの手法と同じところに行ってんじゃないのかなと思ってる高澤さんはねそっち系でそういう高澤さん以外の人でも中でいるんじゃないかなでその中の1人が斎藤忠幸がそれをやってた可能性はあるわけ9月とか10月だから9月とか10月だからね脚本じゃなくて泳がせた可能性あるから。 やる,やるかなこいつやるかなみたいな感じで泳がせた可能性あるから、ね、それっていうのは、ねあの <laughs> ね、知らない間にレスラーになってってるっていうだけの話だから斎 <laughs>、ね、藤忠之がね自ら全部状態を把握した上でレスラーになってるんじゃなくて知らない間にレスラーにさせられているという人だって当然いるわけよだから全員に金配れないから、ね、こういう形で金配ったんでしょだから奇跡的になんか70万で合ってるけど <laughs> 6,036円に忠行きの解雇の条件だと、所定給付日数が120日分なんで、えー、これ72万ねで。大津さんの出してるのはなんか90日で計算してるから全然違うんでしょう。<laughs> 3か月、うん。半年だよね、多分ね、給付日数でね。だから、金額を抑えて半年。半年違うか。えー、4か月か。4か月か。ごめんごめん。 で90日で計算してるけど、4か月です。で、計算するのはそうです。ただし、ね、上限額の7715円じゃなくて、ちゃんと計算式を入れれば、こうなりますよ、ね。だから、雑です <laughs>、ね。仕事雑。でも雑でもこれ違法じゃないの。別に失業手当の、失業手当そのものじゃないから。ね、<laughs> 相当だから、そしてそ,その失業手当て相当もらってる人は受けい、請負、そらく。 請負いとして、えー、もらっていますよというコメントも来てから、ね。だから私見方、コメントで見方してくれる人もちょいちょい出てきたわけね。斎、ねえー、藤忠之っていうのは請負いとして2月までもらってるって、だそこからは分かんないけどね。それ,それはわ工作員かもしれないけど、合わせてきてる、2月ぐらいから運転手じゃなくて、えー、参議院会館に入り始めたという設定で、そこから職員になっている設定なのかもしれないし、本当になってるかもしれないし。ね、それはどうでもいいのよ。 熊本愛さんに質問させて言わせたあの20名前後っていうのは私はねあの別にねそこがプロレスだとか関係なくそれはね調べれば分かることで普通に考えてみればその規模感を偽るのはそれは犯罪行為に近いですよっつってるわけ <laughs> 第三者に関しては内部で私が労働裁判みたいなのが起きて私は職員だと思います ねえー、実態的には立花隆が指揮命令権あったんでしょう、それが大津つらにうう移っただけであり、ねえー、業務委託だったけど実態上、勤務時間も決められ拘束時間も決められ給与体系から何から全部その報酬体系から何から何まで時間給で、ね、月給制で。 労働基準法チックにやっていたのでこれは労働者です給料として認めてもらわないと困るんですという裁判を内部でやるのは分かるんだけどそれは別に何にも違法でもない労働裁判だから私2個前か3個前に行ったある人材派遣会社の中で、えーね、あの宝塚より ひどどいいと思いますけ宝塚のより県よりひどいと思いますけど、タコ部屋に個人事業主をぶち込んでそのね24時間拘束してるわけ、ある意味ね、強制じゃないけど、ほぼ反強制的に拘束されてるわけ、男2人のところに女の子1人入れるんだよ、そこでねほとんど給料与えない、それ相殺してるから、食べ物とか住む場所はやる、業務委託先。 2個先のところ <laughs>、ね、1箇所ペーパーカンパニーかざしてやってるだけだから、それは偽装請けを、えーね、見抜かれないように、そういうふうに根回ししてるだけだと思いますけど個、1個ペーパーカンパニーやってるだけだと思いますけどねで、ねそこで人々が g ルしちゃったわけよ、g 丸ねでそしたらば、労働裁判が始まったわけ。労働者性を認め,る認めないで。 ね、これあくまで業務委託だ労働者だっていう裁判が始まったわけ1人の女の子の G○ 丸をきっかけに、ね、そこでタコ部屋に入れられていた女の子をきっかけにあこれマジの話なんだけどね,ね始まったわけだそれはいいんだよ別にそれはいいんだよつか我々関係ないけど我々関係あるのは、ね、その人は職員ですってその亡くなった人は職員スタッフですっていう要は ね、職員として、えー、従業員として装ってて従業員の会社の役員というまで行ってたからね役員を装って物を販売してたわけねなぜこの立花隆のやつで言うかというとその物の販売の形態がおそらくですけどね立花さんの動画とかやり方を見て一部真似してると思います本人言ってたからね立花さんの動画見てるっつってたからなんかの YouTube の時ね <laughs> わかかりますかで、私は同時に告発したんです。立花隆一人放送局、株式会社と、会社と、その会社と人材派遣会社、A 社の、えー、その、と同時に手、手口つ、手口って視聴料とかと同じだから、やり方が。わかりますか消費税を脱税するってうか、消費税を逃れるためにこういうスキーム使ってますよと。いいんですか消費者庁って。いいんですか 商品を売り上げにしたくない、販売したくない、商品の、えー、ルール、販売するルールを逃れたい、逃れたいときにこういう手法を使ってますよ、いいんですか、堂々と、大々的に。まあ、言っておきます今もやってますけどね、ずっと。だから指導入ったか入ってないか分かんないけど、まあ、ちょっと話戻すと、ね、そのときに組織規模を大きく見せてるのは、それはもう犯罪でしょって。 そうだからね、東京ガスの人が、これ、ね、オメガさんという人がコメントくれましたけど、東京ガスの人が点検するときに、東京ガスですって、東京ガスの委託を受けた、あと大阪ガスか大、大阪ガスの委託を受けた、なんか大阪なんちゃら、えー、なんちゃらなんちゃらとかっていう会社ね、<laughs> 会社が来て、の人が来て東、大阪ガスですって点検に来ました、それぐらいだとまだいいでしょ、別に。 大阪ガスから言われて点検に来た別に金,金とか契約とかないでしょでも大阪ガスの人が来てね関西電力のこの電気料金と大阪ガスのやつをセットにしたならばねお安くなりますよって契約結んでその時に大阪ガスじゃないのに大阪ねガスじゃないのにそういうふうに言ったら多分最悪わっぱですってわっぱねもしくはねだってその会社 会社が従業員めっちゃいるっていうね、えー、会社っていうのは雇用の、ね、要はだから <coughs>、えー、今回の宝塚の件で分かるでしょ、ね、宝塚じゃないんですってあれ宝塚を経営してる会社とかあるでしょなんとかホールディングスか分かんないけど、ね、そういう会社あるでしょそこの問題なんだってあれ <laughs>、ね、NHK の、ね、トイレの中で、えー、少年に対する性犯罪が行われてるやつは、ね、そのジャニーさんが死んじゃったけどね 死んじゃったその人がやってたわけだけどおそらくねほぼ99%その人がやってたわけだけどね行われてるのは NHK という組織の中のせ設備でトイレという設備トイレっておしっことかうんちとかする場所だから、ね、そういう犯罪行為する場所じゃないから、ね <laughs> ね、わかりますかだからその組織の問題になるわけ普通に考えてねで組織規模が大きいほどそういうコンパラインスとかそういうの徹底してないといけないわけそもそもね 普通に考えてだから信頼がありますねってなるわけ。信用度ってそこから来てるわけね。信用度大事でしょ普通に考えて会社,会社で物を売るとか、ね、情報を出すとかって言ったときに、情報を出して、えー、受信料をもらうって言ったら、その信用度ってた、えー、高くないとダメでしょで、政治家なんてまさしくそれだから、政治団体なんてね。じゃあ職員一体どれぐらいの規模でいるかっていうのね、言わないということ自体で、分 <laughs> かりますかこれ。 大津訳も立花隆も言ってないでしょ。ね、役員も誰か何もう言ってないですよ、どっちもね。それ言わないということ自体で、ね、もう犯罪に近いって、これ。みんな許すんですかこれ堂々と言ってるね、嘘つきとか犯罪に近いとかね。だからやってきなさいよ、立花隆。4年越しぐらいで。ね 一切やってこないわけ。やってきてもいいですよ。もう全力で。まあ、負けるでしょうね。私、名誉毀損かなんかで。だって弁護士10人とかいるわけでしょ。法律のプロでしょ。こっち法律の年老いのは負けるでしょうね。普通に考えて。普通に考えて負けるでしょうね。ね。資金源だってあるわけだから。ね。そっちが翼のトンの話もそうだけどね。宗教活動の弾圧とかって言ってるわけだから、私はね。創価学会の人協力してくださいと言ってるわけだから。ね。で、誰も創価学会の人協力しないでしょ。 ね、おそらくねおそらく分かんないけどね負けるでしょう、ね、負けるけど許せるのこれ、ね、職員の数とか役員の数ですら言わないんだよ代表者が、ね、大津屋かも言わないし立花、ね、隆も言わない、ね、役員が誰かなのかも言わない、ね、全部隠す、ね、普通の株式会社って従業員の数とか言いますよね ね、そして、その人が、ね、そ,の職員そこの会社の人間じゃなくて他で言いふらしてたら言いふらしてたら、会 <laughs> 社になる可能性非常に高いよね、平塚正幸君の時きに、えーね誰、誰でしたっけ、あの <laughs> あの外出かけて国土交通省の方から、国土交通庁でしたっけ、なんか分かんないけど、いましたよね、<laughs> そういう人ね。 あたかも国の機関の人が言ってるかのように、えーね、国土交通省長とかなんかそういうわかんないけど、ね、な,いないんだけど似てるやつね, <laughs> ねだからそういうふうに言って言ってたらまずいでしょ普通に考えてねだから斎藤忠行は職員なのかどうなのかをはっきりさせないでみんななんか言ってるでしょ今ねそれははっきりしないこと自体がダメなんだ ね、だからこれだって失業手当じゃないでしょしえ失業手当相当でしょなんで相当っていう話するんですかって話、ね、意味わかんないだからあ,あくまでも給料だ要は職員だというふうに印象付けたいために失業手当という言葉を持ってきて相当分を適当に計算したから雑ですね作り物ですねって分か,分かっちゃうわけよはいだから入れましたよ ね、35番には、えー、先生の彼女、職員何人いるの、偽装請負疑惑ね、これ取り上げられるのは分かってて、た分やったと思いますよ。で、私がやればやるほど、ね、あのうん、と職員の、えー、職員が誰かは分からないけれども、それぐらいの規模がいるっていうふうに思う人いるから、ね、いずれ、別に20人だろうが6人だろうが、給料もらわない人がいるんですね、大通訳悪いじゃんってなるじゃん、普通に考えてね。 普通に考えてね。だからそれを狙ってると思うんだけどね。そういう仕掛けだと思うんだけど。で、この動画が仕掛けに関する仕掛けが返しです。役員とか職員の数を言わないだけで、言わないで何も静かにしてればいいんだけど、その労働裁判の話とかも静かにしてればいいんだけど、打ち合うちは門名をね、給料払わないとか払,払ったとかね、私は労働者です。いやいやいや、業務委託ですとかでやる争いは、ね、内部で。 静かにしていただければいいんだけど、わざわざ出すわけ。鴨ラさんという you YouTuber に取り上げさせて、もしくは私みたいな人に取り上げさせて言うわけね。やるわけね。ねその時点でもうアウトでしょって、もう犯罪に近いって、それ <laughs>、ね。で、失業保険手当相当、ね <laughs> ね。失業保険っていう言葉を聞いてもみんな、あ、なんだ、失業してるら金困ってんだとかって思うわけでしょ。ね、だからそもそもが、ね、今 NHK モデやってないから。 暇でしょ暇なんだって6人しかいないんだって。ね、しかもその6人だって何,何らかの、えー、あれを見つけてやってるわけ。<laughs> わかりますか、ね、それと工作員が湧いてきて、村子弁護士のと,ところのあれだとかで言ってくるわけでしょ、ね、それだとそれで説明しすればいい話な話でしょ、ね、だから説明しないわけ、一切。ね、説明しないのは、ね、説明しないことがダメでしょっつって、ね、<laughs> わかりますか それ立花さんの中で株式会社は、ね、やらないといけないことはこれあの公表しないといけない義務はこれ政治,家あ政治団体としてやらない公表しないといけない法律上の義務はこれというのはすみ分けできてるよできている中でうまく使ってきてるわけでしょ、ね、その中で違法にならないように、ねね、違法にならないようにそれぞれでやってきてるんだけど残念ながらこの 間接的な証拠26やれば、ねえー、この3人が仲いいってなった瞬間に政党女性法違反とかに問われるって、まあ、総務省はそっち側の人間だけど NHK もねだから今のところの望みとしては麹町警察署のしょ職員とか民事再生の時に、えー、当てがわれてしまった調査員この,この今のところね今,今この現段階での攻めどころはそこしかない。 だから麹町警察署の職員とか調査員に届けできれば届くようにこれやっていきたいよね。<laughs> はい以上です